県は今日、来月開催予定の聖火リレーについて話し合う実行委員会を開きました。県内にも緊急事態宣言などが発令された場合、公道での走行は中止する可能性を示しました。非公開で行われた今日の実行委員会には、川勝知事をはじめ関係者8人が参加しました。本県として新型コロナウイルスの感染拡大を想定したリレー実施方法等の方針をあらかじめ決定しておく必要があります。県内での聖火リレーは来月23日から3日間の予定です。しかし県内でも変異ウイルスが拡大し、感染者が増加していることから、開催の判断が迫られています。今の状態をもって、それでちょっと判断はしたくないんです。というのは、コロナの感染とか、いろいろ増えるのか減るのかちょっと分かりませんけれども、いろいろ状況があると思うんですよね。いろんなパターンがあるかと思います。会合では、静岡県全体が緊急事態宣言などの対象となった場合、公道でのリレーを中止し、セレモニーだけとする可能性が示され、出席者から合意を得たということです。実行委員会は今後の県内の感染状況などを見極めた上で、聖火リレーの開催方法を判断したいとしています。